はいどうも、今回は薄揚げの油抜きをしていこうと思います。でちなみに今回使う薄揚げは、こちらです。はい。で今フライパンに、水を入れて、火をつけて、お湯を沸かしてます。でちなみに油抜きの方法が2パターンありまして、で1つ目のパターンが今回やる直接お湯に薄揚げを入れて油抜きをするパターンで、2つ目のパターンがざるに薄揚げを入れてその上からお湯をかけて油抜きをする、この2パターンです。まあやり方はどちらでも大丈夫ですので、やりやすいやり方でやるようにしてください。沸騰したお湯の中に薄揚げを入れます。でしっかり裏表、お湯につけて、油抜きをしてください。でこちらしっかり油抜きができましたら、ザルに移してください。はい、こちらで薄揚げの油抜きは完成です。でこの後、冷ましてから、包丁で、切っていきます。で今回は、包丁で切る前に油抜きをしたんですけども、最初に包丁で切ってから油抜きしても大丈夫ですので、はい、もし後々切るのがめんどくさいという人は、先に、切ってから油抜きをするようにしてください。というわけで、今回の動画は以上です。もしよければまたチャンネル登録などお願いいたします。どうもありがとうございました。